こんにちは、頑張れジムの関田です。今日は腸腰筋のストレッチをもう一段階深くするための方法についてご紹介します。もともとは、僕が腸腰筋のストレッチを練習していて、まあ、今でいうと三日月のポーズとかなんですけど、ある先生でこう、僕もともとそれなりには言ってたんですけど、この両方の指が三日月のポーズの時はしっかりとこう下にこう触れないといけないよっていうことを言われていて、これつくことがどうしてもこうできなかったんですけど、今から紹介する方法で股関節を動かすようにしたらちゃんとつくようになれて、でこれがまたものすごい腸腰筋が硬い生徒さんに対してこんなアプローチをしてあげると、最初の第一歩として硬くて全然ストレッチをやっても効果がなかった人に柔らかくなるきっかけとなるものだったので、ぜひ、硬くて全然伸びない人にも役に立つし、より前後開脚とかに向けて、後ろの股関節のストレッチを深めたいという人に対しても役に立つので、ぜひ試してみてください。ではポイントについて、ご説明します。ポイントとしては、動かすっていうのがポイントになってきます。みんな硬いのでもっとどう伸ばすかっていうことについて考えてしまうんですけど、伸ばすというのは、結果として伸びるのはあるけど、自らこう積極的に伸ばすっていうことをすると、どうしても本当の動き、足を後ろに動かすっていう力が入る動きをなくしてしまうので、どちらかというとこう動かすことを意識しながら、後ろを動かすことによって前が緩んで自然と伸びるっていうことを、練習します。で実際の方法については、一つには背面を動かすっていうことからやっていきます。四つん這いの状態から腕を組みます。そうしたらこう足をつま先でぐっと天井を押すような感じで、内ももから持ち上げて天井を押すようなイメージにします。内ももとお尻に力が入っている感覚になれば当たりなので、このまま10秒キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら今度は上げ下げを5回します。1、内ももから引っ張られるような感じで2、1。足だけこう先行すると腰が引っかかってきてしまうので、しっかりと内ももから上げてお尻につながるようにイメージしてください。さあ、うん、4、5、6、戻ります。まあ、これをやるだけでも、足が後ろに行くっていう感覚になるので、そのまま何なく腸腰筋のストレッチをした時もしっかりと後ろ側に持っていく力が働くので、前側っていうのは伸びやすくなってきます。ただそれに、もう一点つけた方が動き良くなるので、もう一個の方法についてご紹介します。もう一つには動かすという感覚になります。うつ伏せになってこう回す動きですね。後ろから見ると、こういう動き、くる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 回します。こっち回しは、今回は必要ないです。全部足が後ろに行く動きの場合はこう内旋の動きになるので、この方向にくる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 回してください。イメージとしては、なるべくスムーズに回すっていうことを考えるようにしましょう。でこれ自体が、練習になってくるので、最初はスル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 回す動きで、まあ、10回ぐらい回すようにしてください。でこれが、なんとなく回る感覚が出てきたら、今度はポーズの中でこれをやります。この状態でスル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 、何か、こう石とか横かかったり、こういう状態だと回しやすいので、こういう状態でスルスル回したりとか、もしくはちょっとこう開いた状態ですね、こういう状態でスルスル回します。でまたさっきの足を上げたイメージを混ぜて回すだけじゃなくて、こういう練習もいいです。内ももの力を使ってつま先でこう上に向かって押すようなイメージですね。でこれをこう組み合わせていきます。これをだんだんこうこの形に近いところで回していきます。後ろの、結構最初のほうは力入りづらいし、しんどく感じるんですけど、これでしっかりと力を入れることで前が緩んできます。
で前が緩んでくると今まで、伸びきらなかったところがしっかりと刺激が入るようになってくるのでしっかりと使ってあげて前が緩んできたなと思ったらゆっくりとこう下に落としていくと下に落としていくときも下に落とす状態自体は下に落ちていくんですが足は後ろに流れるような後ろに押すようなイメージでずっと内ももからこうかかとを押すようにイメージすると前が落ちてきやすくなるのでさっきやったようにこうここが開いて手が下までついても大丈夫な状態になってくるのでぜひ硬い人なんかはカチッとこうロックされた状態っていうのは体が居ついてしまって動きが出なくなってるっていうことなのでその中でこう自由に動かすっていう練習をしてみてください。どのポーズでもこうその場所でカチッと居ついてしまうと、ポーズは取れてるけど力が入らないそこから全く動けない状態になってしまっているので何かのポーズは取れるけどそこからこう発展しようとした時になかなか行き詰まってるなっていう場合は興味で動かすっていうことをちょっとヒントとして捉えて自分のポーズを見直してみてください。それでは皆さんの練習が心地よく力強いものとなりますように。もし、この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録高評価いただけるととても嬉しいです。何か質問などあればコメントをお待ちしております。ではまた次回のレッスンでお会いしましょう。